幕府による陰謀？加藤清正の死因に迫る。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、加藤清正の死因について紹介していこうと思います。加藤清正といえば、賤ヶ岳の七本槍として知られており、朝鮮出兵の際には虎を退治した話など、勇猛な部分がクローズアップされることが多いので、猛将のイメージも強いですが、近年の研究ではむしろ領主としての手腕によって出世していったのではともささやかれるなど、いわば文武両道の優れた武将です。そんな加藤清正は、時の最高権力者である徳川家康と、かつての最高権力者の維持である豊臣秀頼が二条城で会見を終え、領地である熊本への帰路にて発病、急に口が聞けなくなり、領地である熊本にて死去。その死後、まるで待ってましたかのように、徳川幕府による豊臣家への詰問、糾弾が激しくなり、やがては大阪の陣へと発展したことから、徳川幕府の仕業なのではともささやかれていますが、一体なぜ亡くなってしまったのか。その死因について、様々な説をご紹介しましょう。徳川幕府による毒殺説。二条城会見の後、清正は帰路で急に口が聞けなくなり、やがては亡くなってしまいます。二条城会見では、秀頼に何かあれば、家康と差し違える覚悟を持っていた、との逸話も残されている清正ですが、その直後に亡くなってしまいます。豊臣家側が悲しみに暮れたであろうことは容易に想像できますが、清正死後、徳川幕府はまるで邪魔者が消えたかのように、豊臣家への圧力を強めます。清正云々ではなく、二条城会見で警戒感を増しただけかもしれませんが、清正だけではなく、いわゆる豊臣恩子とされる大名が大阪の陣を前にした時期にバタバタと亡くなっています。そのため大阪の陣で寝返らないよう、あるいは大阪の陣をスムーズに遂行するために毒殺したのではないかとする説は当時からあったようです。二条城での食事に毒が盛られていたのではないかなど、毒殺のタイミング、献立に関しても様々な説があります。確かにもしもですが、その後も清正が存命であれば、豊臣秀頼の命運は違ったものになっていたかもしれません。それらを踏まえると、徳川幕府による毒殺は辻褄の合う話ではあります。もちろん史学的見地からは立証されていませんが、梅毒。梅毒説もまた根強いです。同じ時期に亡くなっていた浅野義長もまた毒殺説がある一方で、梅毒での死亡説が根強く、さらには義長同様、公職ゆえの虚の病とされていることから、同じように梅毒で亡くなったのではないかとする説です。この時期、いわゆる豊臣恩子の大名の多くが亡くなっていますが、それらは朝鮮出兵で梅毒に感染したと仮定した場合、感染から発症、死亡までの期間は決しておかしなものではありません。朝鮮出兵の際に公職に励んだことで感染し、以降長らく感染していたものの、二条城会見前後で変性梅毒となって亡くなってしまった、とすると、時間的にはさほどおかしなものではありません。朝鮮出兵に従軍した豊臣恩子の大名たちがこの時期に亡くなっていったのも、多少の違いはあれど、朝鮮半島での梅毒だとすれば、実は時系列的な面での辻褄は合います。ハンセン病説。清正はハンセン病で亡くなったのではないかとする説もあります。その根拠として、清正を祀る加藤神社には、平易を願う参詣者が多く、
特に熊本の本明寺では明治の時代までハンセン病治癒を願う患者によって混雑することが珍しくなかったのも、清正がハンセン病で亡くなったことに起因しているのではないかとするものです。しかし本明寺は日蓮宗で、日蓮宗の教えにハンセン病は法華経をこき下ろした報いとの考え方がありますので、日蓮宗の信者だったとされる清正、法華経の経典、そして平友への願い、これらが入り混じって参詣者が増えた話であって、清正がハンセン病だったわけではないとの説もあります。症状から病気を推測してみる、様々な死亡説がある清正ですが、様々な資料に出てくる二条城からの帰途の船中で急に口が聞けなくなり熊本で急死したとする言葉を信じるのであれば、口が聞けなくなった症状から死因を推理することもできます。脳に関する症状、脳梗塞、脳内出血、脳腫瘍など脳に関する症状は口が聞けなくなるケースがあります。ただしこれらの症状の場合、急にではなく徐々に聞けなくなるケースが一般的です。清正の口が聞けなくなったの程度は不明ですが、二条城会見では役割を全うしていることを考えると、この時点では口が聞けなかったとは考えにくいです。そのため船中で急に口が聞けなくなったと考えると、脳梗塞、脳内出血、脳腫瘍といった脳に関する症状は考えにくいですが、急性の場合には話が変わります。パニック障害、不安障害、パニック障害、不安障害もまた急に口が聞けなくなる可能性のある症状です。急にパニックに襲われることで動悸が激しくなり、ある種のパニック症状に陥るものです。しかし二条城会見を終えた後となれば、不安よりもむしろ喜びや達成感があったのではないでしょうか。さらにはパニック障害、不安障害は大変な症状ではありますが、死亡に発展するケースはないとのことなので、これらを死因とするのは少々無理があります。糖尿病、糖尿病が悪化するとしびれを起こすケースがあるようです。口が聞けなくなったのもしびれだとすれば、決しておかしな話ではありません。しかし糖尿病は時に贅沢病とも呼ばれているように、糖分や油脂分の多い食事ばかりを摂取していると血糖値が高くなるものです。当時の食生活を鑑みるに糖尿病のリスクは高いとは言えません。もちろん決してゼロではありませんが、質素倹約が良しとされていた江戸時代に糖尿病でというのは少々ピンとこないのも事実です。高血圧症、血圧が高い状態が続くなど、重度の高血圧になると呼吸困難を感じるケース、さらには死亡にまで発展するケースもあるようです。残念ながら清正が高血圧だったとする資料はありません。そもそも当時血圧という概念があったのかさえ不明ではありますが、高血圧症は突然死を招くこともありますので、可能性としてはゼロではありません。毒もあり得る、毒殺も様々ではありますが、いわゆる毒はしびれをもたらすものです。例えば現代でも食すことができるフグは、毒を食してしまうとしびれをもたらします。他にも体にしびれを与える毒は多々あります。その点では口が聞けなくなったとする症状との合致性は高いです。特に清正が亡くなった江戸時代前半はまだまだ戦国時代の気風が残っていた頃です。毒殺があったとしてもおかしくはありません。梅毒の場合、ちなみに梅毒には比較的軽症な第一期から
命の危機にも及ぶ第4期まで分類されています。第4期の場合、感染から10年以上が経過、進行している状態で、心臓や血管、中枢神経が侵され、最終的に死に至るものもあります。現代医学であれば、梅毒は治療可能な症状ですが、当時としては難しかったものです。また無症候性梅毒の場合は、感染したものの、長年症状を自覚しないケースもあるとのことなので、清正の死因との整合性も高いです。まとめ。清正死因は梅毒、毒殺、そしてハンセン病などが囁かれていますが、いずれも決してありえないとは断言できないものです。清正は享年50。まだまだ働き盛りとも言える年齢で、仮に生きていれば54歳で大阪の陣を迎えることになりました。豊臣側に加勢するとは考えにくいですが、もし生きていたら徳川と豊臣の衝突を何らかの方法で回避できたかもしれないことを考えると、その死がつくづく惜しまれるものですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。